はキャンピングカーの最大のメリットなんですけれども、内部のレイアウトが変えられるっていうことですね。シートを倒してベッドにしたりとかいうことができます。今からそれを紹介していきます。今は4人掛けシートに乗っています。運転席と助手席で、後ろが2人分のシートがあります。キャンピングカーって、ベッドの状態でも、走行はできるんですけれども、人が、そこに寝ながらっていうのは法律的にはダメなんですね。こうしてシートが前向いてシートベルトをかけられる状態でないと走行ができませんので、そこちょっと注意してください。シートベルトしてないで事故にあって保険が効かなかったっていうケースがあるみたいです。で、今走行を想定したレイアウトになっています。で、これをですね、じゃあ変えていきます。まずヘッドレストを外します。で、ここ前にこうやってスライドさせることができます。で、さらにですね、ベッドにするときはこれを運転席を倒してください。そしてこのシートを回転して、僕ちょっと間違えましたね。これで後部座席がフラットになりました。そしてさらにですね、これ広げます。で、このシートを外して、そしてこれを倒します。広げて、もう広げて、こんな感じで完全にフラットなベッドになりました。はい、こんな感じでベッドになりました。僕身長173ですけれども、180センチぐらいだったら、こんな感じで足を伸ばしてゆったり寝られると思います。はい、ではさらに上を開けていきます。ここが展開します。かなり開放的な空間が出てきました。で、今度2段ベッドの上の方を行きます。こんな感じでですね、2段目ができます。2階こんな風になっています。2階の方はそんなにクッション性がないので、なんかこう敷布団的なものをパッと見たのを敷いた方が寝心地はいいかもしれないですね。はい、ではこれから3つ目のレイアウトなんですけれども、テーブルを出してみたいと思います。こんな感じで後ろ向きに座席を半分だけにすることができます。そしてこのテーブルの支柱を、足を刺して、でテーブルをこれで対面して、食事をしたりとか、この料理を作って食べたりとかいうことができるようになります。あとですね、便利なのはここにサイドテーブルがあります。こんな感じで展開して、結構こうしっかりとしている、こういうものを置くこともできます。こんな感じですね、食事するときはこういうスタイルで食事ができるということですね。今日はということでキャビンの方を紹介しました。ではまた次回。